どうも、ポピチンでございます。モンスターファーム2やっていきましょう。前回はね、不慮の事故ということで、アイレンがね、まさかの入院してしまって、もう季節はすっかり冬なんですよ。で、今月末に、大会があるんですけど、公式戦が。ただ、ここ、前回もうボロ負けして、このままじゃね、多分、また負けると思うんですよ。そしたら、アイレンのね、自信も、ちょっとなくなってきちゃう。かなと思って、それは困るなと思って、今回は、もう一回ね、仕様に出てもらいましょう。怪我、復帰明けからの、さらにね、トラウマを克服していかないといけないということで、マンディ砂漠もう一回行っていこう。いや、マジで、これはね、いや、ダメです。このままじゃ、あれでも成長しないから。トラウマは克服してなんぼなんで、ここはね、しっかりやってもらわないと。頼むぜ。公式戦はまあ出られなくてもいいです。どうせ負けるんで。来たぞ、やね。枯れたオアシス。お前のトラウマだ。これを超えていけば、お前はさらなる高みへ。これ何？壊れたら成功なのかな？なんか前回水がさ、漏れてきたんだけど。あれは何？オアシスってことだと、ここに池を作ると。いうことなんでしょうか。何これ多分パンチしすぎて、多分指の骨いったんだろうな。それで全治4ヶ月か。じゃあ全治4週間か。いやなんか怖いなマジで。で一旦待って水が出てくる。この次の動作で決まるからな。頑張れよ。お？あれ？これまずいんじゃね？あーよかった。まだ続くってことは怪我してないんだよね。失敗したものの、まあ、再チャレンジと。ちょっとね、どうしてもね、3周目、前回のオアシスもそうだったんだけど、その前々回もね、パレパレジャングルかなんかで、3周目でね、つまずいたんですよ。手こずっちゃって。もう最後までやりきったことはないんだよね、あれ。次こそは、マジで、頼むぞ。なんかあるのかな？条件みたいな、クリアする。本当に全然わかんないからさ。これで、引くな。水、戻れ。戻るじゃない。出ろ、出ろ。OK。一応成功はしたものの、まだもう一個本当は修行があったんだよね。まあいいでしょう、成功したんなら。力6、ライフにあった。トラウマ克服。やったな、やね。今回は何も見つかなかったみたい。まあ、これはしょうがないね。トラウマを克服してくれたから、今回は叱りません。覚えてあげよう。すると、育成方針が甘いになるかならないかと。さて、今月のあやねねさんはどうする？あやねも結構頑張ってきたから、今ね、ちょっと忙しいから、忙しいモンスター向けのこれ焼いてみようか。お金もね、結構ないんですよ。さすがに今月末の大会は、お、なにこれ。出ていきたいんだけど、見てダイヤマーク。なに？当たり？これを5枚集めると楽しい缶詰っていうのがもらえんだよ。あー、なるほどね。餌にもそういうのあるんだ。子供の頃欲しかったんだよね、楽しい缶詰。お前も食ってたの？別にあれか、人間食とモンスター食は変わらないんだな。あのさ、パピにさ、もうお金がないんだけど。そうだね、ごめんね。アイレンを大会に出したり、お金を稼がなくちゃ、ね。経営危機だな。アイレン、ストレスが溜まってるみたいだね。え、なんで？気をつけてあげないと。あ、まあ、修行出したからか。無理をさせすぎたみたい。これ以上トレーニングをさせると、アイレンが倒れちゃうよ。いや、さすがにそれはまずいんで、一回休憩を挟みますと。ちゃんと、エクセススタイル甘いになったね。まあ、普通と甘いのを行き来していくぐらいでいいんじゃないかな。アイネはちょっと疲れているみたいだね。ま、さすがに完全に疲れは取れてないんですけど、一旦、E ランクの大会とか出たいな。まあ、でも今月は F、でもさ、優勝賞金4000ももらえんだ。だったらこれ、出よっか。月末大会目指して、トレーニングと、あと、休養を挟んで、いいんじゃないかな。一旦モンスターデータで、
結構力高くなったんですよ。185。うん、いい感じなんで。あとどれ上げていく？賢さはまだ上げる必要ないんですよ。なんで、丈夫さ上げていこうかな。丈夫さ、あ、これいいんじゃない？プール。丈夫さとライフ。ちょっとカチカチにしていきましょう。さすがにね、なんか、敵のダメージがエグくて。さすがにあんなに食らってたら、ん？おーい。ダメだろ。日々のトレーニング欠かせなきゃダメだぞ。全身みたいね。一発殴ってったからな。ふん。あれはちょっと疲れてるみたいだね。まあ、それは知ってたんで。予想の範疇なんで、一旦休ませて大会に挑みましょう。はい、ということでやってきました。ニューイヤーカップということでね。もうね、さすがに F ランクの大会だし、あやねは敵じゃないんじゃないかな、この辺のモンスターは。もうちゃちゃっとやっちゃって、金だけ奪って帰ろうぜ。上からダフィエル、オルドフ、ゴートレック、イプシロン、あやね、キティです。キティがいる、キティ。で、キティだけ、ちょっと見たいな。どういう形なんだろう。これか。まあ、指示も出さなくていいんじゃないかな、正直。わ、キティちゃんエッチだな。しかもライフクソ高いし。あら？こいつ、は勝利強くね？あれ？え、クソ強いんだけど。何そのスタンダードが。ちょっと知らない技出してこないでよ。あれ？あ、弱いのって俺だけかな？あやみんちゃん。あやみんちゃん、とりあえずなんか技当ててくんないとさ。ああ、これ無理なやつだ。ああ、もう終わったわ。じゃあな。じゃあまあやね。俺とお前の旅はここまでなのかもしれないな。こんなに弱いモンスター育てても意味がないのかもしれないな。シンジも言ってたからな。こんな弱い技はいらないっていうか、あやねなんかさ、左、なんか左もう一個技ねえ、それ。俺の知らない技覚えてる気がするんだけど。ちゃんとか言ったね。もしかして、この大会で弱いの俺だけ？え、F ラングとは何だったんでしょうか？それとも僕が入院してる間に、僕てか、アヤネが入院してる間に、みんな強くなりすぎていたんでしょうか？ちょっとこんなに厳しいもんだと思わなかったな。もう日記ゼロにつってして。マジか。残念な大会経過だったけど、でもアヤネはよく頑張ったんだから、励ましてあげようよ。いや、まあこれ、励ましてあげたいところなんですけど、ちょ、無理ですね。落ち込んじゃったみたい。ここからどうやって育てるかで、アヤネがどこまで強くなれるかが決まるんだよ。私たちの腕の見せ所だね、藤井さん。まあ、それはわかるんですけど、どう育てればいいんだろうな。どうすればいいんだろう。まあでもお金ないから、大会に出なきゃいけないんですけど、優勝賞金1000ゴールド。あ、普通1000ゴールドとかなのか。なんかさ、あの F ランクって何だったんだ。だからクソ強くなかった。4000ゴールドもらってたってことは、多分相当 B ランクぐらいに値するんじゃないの。 B と C の間ぐらいか。F とは何だったんだ。 A、B、G、D、E、F の F じゃないの。マジかよ。まあ、D とか E の大会出ていきたいですね。で、来週、大会もう一回あるから、一旦休養挟んで、次の大会出よっか。トーレストーナメント。北国のいてつくよの寒さの中、いよいよトーレストーナメント、スタートします。それはなんか、毛を巻きすると怪我する確率が高くなるみたいで、それより前にね、また桜アートいるし、それより前にギブアップした方がいいらしいですね。この辺、ちょっと気をつけていこうか。前回桜アートにも負けたしな。今回は、
お、サクラート勝ち上がったか。で、今回はサクラートぶっ倒して優勝をもぎ取りたいですね。ハリマオ。KO。よっしゃ、決勝戦。ついにサクラートとの因縁の対決をできると。で、なんかね、新しい技覚えてたんですよ、いつの間にか。ローリン。ローリンね、なぜか覚えてて、これちょっとね、中距離技っぽいんですけど、結構距離あっても出せるっぽくて、これが結構強くてね、今後もね、重宝していくんじゃないかなと。だからローリンモッチ、俺も使えてんだよな。絶対ローリンの上位互換じゃん。なんだろう、修行じゃなくても覚えてたんだよね。あ、いけ、ローリン。54ダメージ。クソ強くない？なんでもっと早く覚えてくれなかったんだろう、これ。これがね、ローリンの距離なんですよ。いや、相手もローリン返してくるね。なんか、やっぱ戦って強くなるっていうのは本当だったのかもしれない。うわ、やばい。こっちも、近いせ。やばいぞ。ローリン当てなきゃ負けるって。頑張って。マジで。頑張ろう。ローリーン。最後の打てなかった。いやー、悔しい。ギリギリで負けてしまった。やっぱ一発の技の重みって大事なんだな。いやー、ここでも負けるのって結構しんどいんですけど。まあ、準優勝ですね。まあ、ちょっとぐらい、うん、550ゴールドはもらえるから。ちょっとコツコツ貯めていきましょうか。ようやく人気もね、さ、上がったと。ね、パピチンさん、アヤネが今回の大会で少し成長したみたいだよ。力さん、賢さ4、命中1。まだダメだな。まだ褒められません。うん、まだ褒められません。がっかりしたみたい。ごめんな。お前はね、厳しくな。強く、たくましく育ってほしいんだ。お兄さんは。スタイル普通と。で、次の大会は、このまま行っちゃう？ブリザード杯。もう行くべ。金がねえんだ。あ、待って、なんかあったね、今。なんか出てたね。注意書きみたいな。この大会は下のグレードの大会だから、人気が下がっちゃう。なるほど。あれか、自分に見合ったランクじゃないと、その弱い者いじめみたいな感じに関係が捉えるのかもね。なるほどね。じゃあ次、もう一個 B ランクの大会は、3月頭、そんなバナナがもらえる大会があるので、こっち目指していこうか。それまで、2週間あるから、トレーニングして、休養挟んでいけるかな。ということで、今回は、力ライフ。これ、重り引きでいきましょうか。疲労もそこそこ溜まるから、一回休養挟むとして、ありなのかもしれない。今回は頑張ってくれよ。あ？おい、重りは？おい。成功じゃねえよ、おい。でも、クソ上がってら。ズルしてんじゃねえの？ズルしてんのにクソ上がってるよ。やれたらトリング中にズルしてよ。もしかりますよ、もちろん。反省しないで。もうちゃんとやった方がね、絶対上がるはずだから、もっと。で、ちょっと疲れてるから、一旦休養を挟みつつ、さらなる、ね、高みを目指して。パレパレカップ。出たよ、この犬コロ。この犬、マジで強いんだよな。ちょっと初手ローリンかましていこう。いや、ちょっと、カーソルが。うわ、これマジで強すぎ。いやいやいや、ローリン、ローリン。ロンリー、ローリンで、もう64、めっちゃ強い。さすが、力上げただけあるね。ローリンの距離を保ちつつ、ちょっとね、ちょっとつ猛進が怖すぎるんですよ。怖え。やめてくれ。ああ、強いよ。痛い。痛いよ。で、待って、もう、それ、ダメでしょ。ギブアップ。ギブアップ。ちょっと、KO 負けだけが一番、やっちゃいけねえから。怪我する可能性もあるんでね。総当たり戦だから、まだチャンスはある。
ちょっとね、ここは勝ってほしい。ここ勝たなきゃちょっと次はなさそうなんで、一旦持ち木等々で削っていきたいですね。近接技重視でいこう。OK、16。一旦離れよ、じゃあ。そうなると、離れてローリンの方がいいかな。おー、かわしていく。ちょっと待ってね。深呼吸して。一旦ちょっと、離さないか。いやー、突き刺しいて。ローリン。OK。29。まあ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 、いいでしょう。ローリンを合わせつつ、近づいてきたら、突き放したい。あ、それ避けてほしい。マジでこの G キーブクソ強いから、それは絶対避けなきゃいけない。避けなきゃいけないのに、やばいでしょ、69は。もう何もできない。待ってくれ。何もできない。ローリンが、ダメだ。ダメだ。勝てない。ダメだよ。あれね、もっと強くなってくれ。いや、強っ。強ローリン。これ、勝っちまった。いや、ローリン、威力高いけどな。当てれば勝てるみたいなやつか。残念ながら今回も負けてしまいました。いや、ちょっと、あやねが弱いのか、敵が強いのかわかんないけど、勝てないなぁ。こんなに難しいのかなぁ。一勝2敗と。もっと新しい技を覚えていかなきゃいけないかなぁ、やね。ねえ、パピシンさん。あやねが今回の大会で少し成長したみたいだよ。234と。ちょっとね、ステータスが平均的すぎて、なんか突出した部分欲しいよね。あれはちょっと疲れてるみたいだね。で、一旦休養を挟んで、いや、まだいけるな。大会が、月末なんで、一旦トレーニングをしましょうか。スタイル厳しいになってるね。どっかで、一回だけ褒めてあげよう。で、休養を挟むから、疲労、結構多めなトレーニングでも OK かな。プールもう一回行こうか。こいつまず一回もね、まだプールやったことないから。サボったからね、前回。もういいんじゃない？いいんじゃない？いいんじゃない？頑張れよ。そして、あ、失速してる。あららららら。兄がちゃんとトレーニングしなかったみたい。いや、これはさすがに叱りますよ。あれはちょっと疲れてるみたいだね。じゃあ一旦ここで休養を挟みまして。ねえ、今週は公式戦だよ。あれ調子いいみたいだし、頑張って優勝狙おうね。はい、ということで、今回はここまでにしていきましょう。次回、公式戦ですね。もう一回リベンジしていきたいな。ローリンは一応覚えたんですけど、まだね、なんか、試合で使えるレベルギリなのかな。なかなかね、ローリン崩しても戦いきれてないので、その辺はうまく指示してね、頑張っていきたいと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。あれ、どっか行っちゃったよ。